はい、ではそろそろ時間になりましたので、コマ043で、今フロントエンドで何が起こっているのかの発表させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、最初にまず自己紹介で、コバゼロイのアカウントで、やってます。で、まあ、基本的に今はトロットっていう会社で Web アプリケーションエンジニアをやってて、まあ、フロントエンドも書いたりするんですけど、フロントエンドエンジニアではないんです。なのでサーバー側も書いたりしてます。で、まあ、結構前職とかもゲームとか作ってて、シングルページアプリケーションをこれまで作ることが多くて、まあ、バックモン JS とか Angular とか React とか、まあ、そういう感じのフレームワークを使って、作ったりしてて、今もリアクトを使って書いてる感じです。で、今日のアジェンダは、AJAX 以降のウェブで大体どういう感じの流れになってきたかっていうのを、言語とウェブアプリケーションとツールと、環境とかっていうトピックに分けて説明していきたいと思います。大体それが2005年ぐらいからで、かなりいろんな技術が出てきているので、こういうのがなんで出てきたのかみたいな話をします。で、昔はそのいわゆるグッドオールドウェブって言われるようなリクエスト投げたら HTML が返ってきて、また表示更新したいときは HTML が返ってくるみたいな、とてもシンプルなステートレスなやり取りだったんですけど、で、この時って JavaScript はほとんど必要なくて、ちょっとしたにぎやかしとかで、結構有効に無効にしろとか言われたぐらいの時代ですね。で、AJAX になって、代表的な実装は、Google マップみたいなやつで、ここで非同期なデータの更新とかが JS で行えるっていうのが、一般的に知られるようになって、そこで JavaScript を書く必要が出てきましたと。で、あとは今度ページ、ただの静的なページからアプリケーション、ウェブアプリケーションに変わっていくっていう感じ。で、みんな JavaScript を書く必要が出てきて、で、言語面ではその頃に ECMAScript5 が登場します。これ2009年で出てきて、ユーズストリクトで、パールっぽく書けたりっていう、今回のトークでパールって単語出てくるのはここが最後です。で、あとはオブジェクトの拡張で、オブジェクトクリエイトとか、ディファインプロパティみたいなゲッター、セッター定義できるやつとか、あとは普通にアレイのフォーイチとかマップとかフィルターとかリデュースみたいな必要になるやつとかが使えるようになったり、で、あと JSON のパースも eval じゃなくて JSON パースとか JSON ストリングファイとか使えるようになったり、ただ、この辺を完全にサポートするのは IE が8までは完全にサポートしてなかったので、ECMAScript5 の SIMJS みたいなやつを入れる必要があったっていう時代です。で、そういう時にコーヒースクリプトが出てきて、これはジェレミー・アシュケナスっていう人が作ってて、JavaScript って、この頃に JavaScript Good Parts っていう本が出てたと思うんですけど、言われる通り Bad Parts がたくさんある言語になっているので、そういうのを解消したりとか、あとは Python とか Ruby とかみたいな、書きシンプルな書きやすさを、できるようにするために出てきた言語で、あとここで何か その言語から JavaScript にコンパイルするっていうことが登場したっていうのが一つ大きなところですね。で、コーヒースクリプトは Rails が 3.1 からデフォルトでサポートするようになったので、そこで結構爆発的に使われるようになってきたっていう印象があります。で、ここでコーヒースクリプトが持っていた例えばクラスとか、アローファンクションとか、そういうのは今後、今年に策定された ECMAScript2015 に仕様として入ってきたりとかっていうので、結構今にも影響を与えているっていう感じですね。で、書くとこんな感じで、シンプルに普通に ECMAScript5 だけで書くとクラスとかはなんかオレオレなクラスの定義方法とか必要になったりするんですけど、普通にクラスで書けたりとか、あと、下のセットタイムアウト中とかだと、普通、this がグローバルになったりとかするので、そこをちょっと工夫したりとかしないとダメなんですけど、アローファンクションを使うことで普通に書けたりとか、そういうことができるようになります。で、Web アプリケーションの方を見てみると、jQuery が登場します。で、これはジョン・レッシグっていう人が作ってて、2006年に出てきて、ブラウザの API って結構ローレベルだし、そのブラウザ間で API のインターフェースとか違ったりとかして、実際生で使うとかなり分岐とかが発生つらいんですけど、そこをうまく jQuery は、ダラーカッコホニャラみたいなセレクターとかで書けるようにしてくれたりとか、AJAX とかも簡単にできるようにしてくれたりとかっていうところで、結構そこで JavaScript を簡単に書けるようにここでなります。で、あと jQuery プラグインっていうエコシステムができたっていうのも結構大きくて、
まあ、これ以降、まあ、何かちょっとした UI を作るときにまず jQuery プラグインを探すみたいな結構流れが今もあるかもしれないですけど、どんどん続いていく形になります。で、まあ、jQuery でも便利なんですけど、まあ、その辺がその実際のDOMの API としてもドキュメントクエリセレクターみたいな形で入ったりとか、あと jQuery が持ってた、まあ、プロミスみたいなデファードっていうやつがあるんですけど、コールバックをチェーンでかけるやつ、非同期の処理をチェーンでかけるやつですね。で、まあ、その辺とかもここで登場することによって、その JS 書いてる人たちになんかプロミスっていう概念とかを結構意識させるきっかけになったりとかっていうので結構大きな影響があります。で、まあ、コードはこんな感じで、まあ、特に説明することはないかなと思います。で、まあ、ただ jQuery だけでアプリを作ってると、まあ、だいぶ厳しい感じになってくる。で、まあ、構造化が必要だと。そこでバックモード JS が出てきました。まあ、これもさっきのコーヒースクリプトを作ってたジェレミー・アシュケナスっていう人が作ってて、まあ、これは JavaScript で、まあ、MVC にちゃんと分化するための構造化を提供するためのフレームワークで、まあ、それぞれオブザーバーパターンでイベントでやり取りするっていう形になってて、まあ、実装自体はかなり薄い感じで、jQuery とか同じ作者が作ってるアンダースコア JS みたいなユーティリティの集めたライブラリーとかに依存してます。感じですね。で、まあ、図にすると、まあ、バックオンビューと言いながら結構コントローラー的な役割も持ってるんですけど、そこでそこと、まあ、モデルだったりコレクションがイベントでやり取りしたり、バックモルーターと、まあ、ブラウザのヒストリー API とやり取りしたりとかして作っていく形になって、まあ、コードに表すとこんな感じで、ビューがモデルの変更か、監視して、まあ、それでリレンダーしたりとか、あとはDOMのイベントからモデルを更新したりとかという流れですね。で、ツール周り、Node.js が出てきます。で、Node.js は、JavaScript、Chrome JavaScript のランタイムで V8 をベースにしたプラットフォームで、まあ、NPM のパッケージマネージャーを持っていて、今だともう17万パッケージ以上ある感じなので、かなりエコシステムとして出来上がっている感じはあります。で、まあ、サーバーサイドとクライアント側で、主に使われたり、ウェブアプリケーションを作るだったり、クライアントの CLI のツールを作るとかでよく使われています。で、まあ、特徴なのは、シングルスレッドの上でイベントループが回っているということで、まあ、イベント駆動のプログラミングのスタイルになります。なので、結構、そのウェブアプリケーションを JavaScript で書けるって言っても、その同期的な、今、Perl とか Ruby とかで一般的に書くような感じで書くのではないので、結構、そのプログラミング考え方を変える必要があったりとかっていうするところは、ちょっとハードルが高い部分ですね。で、まあ、あとストリームっていう概念があって、まあ、非同期の処理をストリームっていうのに作って、それをつなげて組み合わせていくことでアプリケーションを作っていったりとかっていうこともあってます。で、まあ、Node.js でただ画像を、返すだけのサーバーを作るとこんな感じで、まあ、上のだと一回メモリーに全部画像のデータを読んでそれを返すみたいな形なんですけど、まあ、それをストリーム使うとしたみたいな感じで、ファイルを読むストリームを作って、それをレスポンスのストリームにパイプで渡すみたいな感じで、まあ、すっきりかけて効率的な処理ができるようになったりします。はい、で、グラント。で、まあ、グラント JS は、まあ、Node.js が上で動いていて、まあ、JavaScript のタスクランナーで、ビルドツールではないっていうのが一つの特徴かなと思ってて、基本コンフィガラブルでプラグインをインストールしてなんかコンフィグの設定をしたら使えるっていう、まあ、かなり簡単な感じになってます。で、まあ、それをベースにヨーマンというスキャフォールドのツールだったりアセンブルという静的サイトのジェネレーターとかも登場したりしていて、まあ、一つ注意するのは、最後のリリースが2014年からないっていうことで、まあ、開発が結構止まってる感じはあるってというのは一つ覚えておくポイントかなと思います。まあ、ただ結構プラグインとかは全然今でも作られたりとかはします。で、まあ、ただ結構タスクを実行するだけだと NPM じゃない Node.js にパッケージ JSON っていうのを作るんですけど、そこにスクリプトもかけて結構そことまあバッティングする部分があったりとかするので、今だとちょっとまあ使われる場面が少なくなってきている印象があります。で、まあ、流れとしてはなので基本的にファイルを読んでなんかグラントがコンパイルしてまた新しくファイルに出すっていう感じ、まあ、これがファイルの変更タイミングだったり自分で実行したりとかすることで実行されて、なんかタスクをつなぐときも一回ファイルに入ってそれをまた入力にしてっていう感じになってくるので、まあ、それを避ける方法もあるんですけど、基本的にどんどんファイルが増えてきたりとかタスクがつながっていくようになると遅くなってきたりとかっていう問題があります。で、まあ、設定はこんな感じなので本当にただの設定、これコーヒースクリプトで書いてるんですけど、まあ、ただの設定ファイルとして書くことができるというのがいいところだと思います。で、環境で、あと Chrome ですね。
古いじゃない、まあ、2008年に登場してきて、まあ、結構早いブラウザで、そのレンダリングのエンジンはサファリと同じ WebKit を最初使ってて、バージョン28でブリンクに、それをフォークしたブリンクっていう独自のものに変わってます。で、JavaScript のランタイムはさっき言ってた V8 で、ちなみにサファリは、JavaScript Core ってやつで、 i は Chakra ってやつで、 Firefox は SpiderMonkey っていう JavaScript のエンジンを使ってます。で、まあ、ジャスインタイムの JIT って言われるコンパイラーを持ってて、まあ、事前にそのコードをコンパイルして最適化してから実行するので早かったり、まあ、これは他の、ブラウザエンジンで持ってたりするんですけど、で例えばなんかそのヒルンクラスみたいな仕組みがあって、そのコンストラクターでインスタンス返すときに、まあ、そのオブジェクトの形式を型情報として持っておいて、それを新しくインスタンス作られたときにそれを使って最適化したりとかすることもできるようになってて、なので例えばそのオブジェクトのプロパティの型を最初数値が入ってたので文字列に変えたりとか、プロパティを足したりとかすると結構その恩恵が受けられなくなったりするので、まあ、行儀の良いコードを書いておくと最適化が受けられるみたいな形ですね。で、まあ、そういった中で、どんどんブラウザとかも高速化していく中で、まあ、シングルページアプリケーションと言われている、いわゆるそのまあ全て JS でページ遷移とかを行うっていうアーキテクチャが結構この辺から登場してきます。で、まあ、その時に言語としてはタイプスクリプトっていうのが出てきていて、これはマイクロソフトが作っているもので、まあ、タイプド型を持った JavaScript のスーパーセットで、まあ、最初は ES5 をベースにしていて、まあ、今だと結構 ECMAScript の2015の仕様をどんどん入ってきていて、まあ、型があると当然安全にかけていいというのもありますし、あとは、まあ、結構 ID のサポートが受けられるというのがあって、その型情報があるので保管とか聞きやすくなるので、まあ、開発効率も上がったりとかっていうところもいい点としてあります。あと一個、まあ、面白いのがディフィニトリータイプドっていう、なんか型を既存のライブラリの型情報を集めているリポジ仕組みがあって、まあ、そこで例えばそのタイプスクリプトって書かれてない型情報を持ってない JS のやつがあっても、それを外付けで型情報を定義してあげて、それを使うことでそこのライブラリに対しても型情報を適用して書くことができるので、まあ、ライブラリそのタイプスクリプトを使ってないライブラリに対しても恩恵が受けることができるというのはいいところですね。で、まあ、タイプスクリプトを書くとこんな感じでタイプのアノテーションをつけて書いていくみたいな感じですね。ちょっと練習したときはだいぶ途中で終わったので、かなり早めに行ってるんですいません。で、あと AST、まあ、AST はアブストラクトシンタックスツリーっていう略で、まあ、これ、その JavaScript の構文を解析してツリー状にするもので、まあ、スパイダーモンキーが、パーサー API としてその最初作っていて、まあ、それがベースに、ライブラリーとして例えば、まあ、Esprima ってやつとか、それをフォークしたエスプリーってやつとか、エイコンってやつとか、バビロンとか、まあ、いろいろライブラリーが出てきていて、基本的にはその型情報 その仕様っていうのはまあパーサー API を元になっていて、まあ、大体結構いろんなどのライブラリーも似ている感じなんですけど、結構細かいところのコメントの扱いとか、そういったところでまあ微妙な違いがあったりとかします。で、まあ、それをまあ標準化してしようっていう、プロジェクトとして ES3 っていうやつだったり、まあ、Shift AST とかそういうのも出てきたりしています。で、まあ、実際にどんな感じかというと、まあ、これはただ JavaScript の文法をトークンで分けてるんですけど、まあ、こんな感じで分けられますと。で、まあ、これ Esprima でそれをパースすると、まあ、こんな感じの JavaScript のオブジェクトとして取得できるので、まあ、どういう感じの法文で構成されてるかっていうのがプログラマバブルに確認することができるようになります。で、まあ、それをなんでその AST を使ってなんか解析したりとかリントをかけたりとか、あとはまた別の JavaScript にコンパイル変換したりとか、まあ、そういう使われ方がしています。で、まあ、実際にその事例としては、ESLint とかあの JavaScript のリントのやつで、まあ、これはその文字例えばコーディングスタイルだけじゃなくて未定義な変数がないかとか、定義しているのを使ってない変数がないかとか、そういうのも調べてくれたりとかしてかなり便利です。あと、まあ、アナライザーとしてはイスタンブールっていうテストカバレッジのやつとか、プレートっていう
あのコードの複雑性とか、まあ、そういうのをビジュアライズしてくれるライブラリとか、この辺も AST の情報を使ってそういうのをやっていて、あとテストとしては、T 和田さんが作っている PowerAssert もそのテストのそこでテストの情報をそのオブジェクトの状態とか出すことで使ってたりとか、変換ですね、コードの変換で使ってたりとか、あとトランスパイラーとして、まあ、この後説明するブラウザリファイとかバベルとかそういったものとかも使っているので、かなり AST があることで、まあ、いろんな便利なライブラリーができているという背景があります。で、ウェブアプリケーションはその頃はで、これツイッターのブログなんですけど、まあ、一言で言うと、シングルページアプリケーションやってたけどもクソ重いからサーバーサイドのレンダリング戻したっていう話です。まあ、昔あのなんかハッシュタグの URL になってたで知ってると思うんですけど、まあ、その話ですね。で、まあ、シングルページアプリケーション、まあ、略して SPA って書きますけど、何が問題かっていうと、まあ、一つは SEO、 シングルページアプリケーション最初ほとんど何もコンテンツがない HTML 返すので機械が判断でクロールできないので、そこで SEO が必要なサイトとかだと問題になると。で、まあ、最近、まあ、Google が JavaScript を実行してくれるようになっているのでだいぶそこは改善するんですけど、まあ、結局いろんな他のツイッターのやつとか Facebook とか、まあ、ハテブとかそういうのどうするのみたいな話もあるので結局そこは必要になってきますと。やっぱ機械に、解析コンテンツが解析できるというのは結構重要かなと思います。で、パフォーマンスですね。で、シングルページアプリケーションだと基本的に最初 HTML からのやつでリクエストして、そこに JS が書かれてるからリクエスト投げて JS 解析して、まあ最初の初期データが必要だったらその JSON を API で取ってきて表示するみたいな流れなんで、サーバーサイドのレンダリングが最初の HTML 返ってきたらもうコンテンツ見えてるので、そこでだいぶユーザーの体感が変わってきますっていう問題があったり、あとはメンテナンスとしてシングルページアプリケーションでずっと一つのページに居続けるので JavaScript のオブジェクトとか残り続けるので結構何にも考えないで書くとメモリーリークとかしまくってすごい重くなったりとする問題があったり、あと JavaScript でロジックをすごいいっぱい書くようになるのでそのサーバーサイドとのロジックとの重複問題というのが結構出てきます。で、まあ、それを解決しようとしたアプローチが、まあ、アイソモルフィックって言われてて、まあ、最近だと結構アイソモルフィックじゃなくてユニバーサル JavaScript っていう名前にしようぜみたいな動きもあったりするので、そういう名前出てくることもあります。で、まあ、これは、まあ、そのコードをサーバー側の Node.js で動かしてサーバー側とクライアント側のコードを共通化することでさっき言ってたメンテナンス性とか改善しようとしたり、最初のレンダリングをだけ、HTML の中にちゃんとコンテンツを含めてあげてやることで MySEO とかパフォーマンスの問題を改善していこうという感じの流れですね。で、まあ、結構いろんなアプローチを取っているものがあって、例えば、まあ、メテオとかって言われるやつだと、これはサーバー側が MongoDB なんですけど、それと同じデータをのストアをクライアント側にミニモンゴっていうので作っていて、でクライアントがそのミニモンゴを更新したら勝手にサーバー側の MongoDB も更新してくれて、その逆もしっかりっていうのを WebSocket を使ってやってくれたりとか、そういう感じのアプローチもありますし、あとレンダーっていう Airbnb が作っているライブラリーで、これはまあバックモード JS をベースにしていて、あと Express っていうまあノードで一番使われているウェブアプリケーションフレームワークのミドルウェアとして実装されていて、まあ、これも最初に、まあ、最初は、バックボーンとか実行して HTML 文字列としてちゃんと返してあげて、その後クロント側で遷移していくっていう形になります。で、まあ、流れとしてはこんな感じになって、最初リクエスト投げて Node.js でじゃサーバーを動かして HTML 返してあげて、まあ、この時点でユーザーはすでにもうコンテンツを見ることができますと。で、その裏で JavaScript とか読んでいて、でそれを実行解析することで、その以降のページ遷移というのはクライアント側で上で行えるので、まあ、サクサク動かせると、まあ、サーバーサイドレンダリングと、シングルページアプリケーションの、まあ、いいところを両方取っているというような形にできます。ただ結構これを実現するにはアーキテクチャとかも複雑になるので、なかなかカジュアルには実装することが難しいという問題はあります。で、まあ、あとシングルページアプリケーションで何が必要かっていうのを考えてみると、まずは基本 JSON、まあ、今だと API JSON だと思うので JSON をパースしたりとかして DOM にバインディングしてあげることだったり、あとブラウザ側でルーティングしたりとか、まあ、ブラウザ側で動くテンプレートエンジンとか作って DOM 操作したりとか、あとデータの管理どうするかとかメモリ管理とか、そういうのが必要になってきます。
でそういった中で、AngularJS が出てきます。結構この実は後ろの絵結構こだわって選んだんですけど全然映ってなくてすごい悲しいんで後でスライドを見てください。AngularJS は、Google が作ってて結構最初のリリースは実は古くて2009年にもので、最初多分 20% プロジェクトを作られたっていう流れだったと思います。で、まあ、1.0 が2012年ぐらい出てそこから結構爆発的に広まっていったかなという感じはあります。で、まあ、特徴としては HTML を Web アプリのために拡張していくっていう感じのアプローチをとっていて HTML にまあ NG ホニャララみたいなのをいっぱい書いて Web アプリケーションでとして作っていくみたいな感じですね。で、2way データマイニングを持っていて、まあ、これは JavaScript のそのビューモデルのオブジェクトを更新したら DOM にも勝手に反映されるし DOM のデータを更新したら勝手にその JavaScript のオブジェクトの方にビューモデルにも反映されるみたいな形で、なので各コード量とかすごいこれによって減らすことができたりします。で、あとまあ特徴としてフルスタックになっていて、まあ、HTTP ライブラリとかも持ってるしルーターとかも自分で持ってるし、まあ、フルスタックな構成になっていますというのが、まあ、好き嫌い結構分かれるところかなと思います。で、結構個人的にアンギラレースはそこで簡単なものをものすごい簡単に書くことができるという意味ではすごくいいかなと思います。ただも結構本当にこだわろうとすると、まあ、なかなかちょっと辛くなってくる部分もあるかなという感じです。で、ちなみに今アンギラ2今バージョン 1.3 か4なんですけど2も開発されていて、まあ、これは結構最初はやっぱり出てきたのが古いっていうのもあって、まあ、結構本当にフルスラックスクラッチで設計とかを見直した感じになっているので、まあ、全く別物になると思った方が良いです。で、まあ、コード書くと多分こんな感じですね。 NG ホニャラとか書いてなんかループとかしたとか NG リピートみたいなんでコード書いて、でそこに JS の方で、コントローラー作ってそこにデータ当ててあげると表示されるっていう、まあ、すごい簡単な感じですね。で、まあ、このツールとしてシングルページアプリケーションはやっぱりその結構たくさんの JS とか CSS とかテンプレートとかを管理する必要が出てきて、まあ、そういうのが辛くなってきて、あと JavaScript もすごいいっぱい書いてコードもさすがに一つのファイル全部書くとか無理なので分割して、まあ、最初前々だとグラントで一つのファイルにそのネームスペースで依存関係とか定義してその順番にね、うまくちゃんと注意しながら本気やった一つのファイルにしていくみたいな感じになってきて、ただ本当に結構カジュアルライブラリーとかを使うようになってくるとこれはかなり無理があるような感じになってきます。で、あと、まあファイルが増えるのでビルドタイム長くなってきて辛いみたいな問題が出てきて、まあ、それを解決しようとしたのがガルプって言われるやつですね。で、ガルプは、ストリームベース、さっきノード JS のところで言ってたストリームがベースになったビルドのシステムです。だ基本結構ビルドするってことにを中心としたライブラリーになっていて、まあ、シンプルなタスクをさっき言ったパイプでつないでストリームでどんどんしてその変換してビルドしていくって感じですね。で、グラントとは真逆でこっちは本当プログラマブルにコンフィガラブルじゃなくてプログラムを書いてビルドのタスクを作っていくっていう感じになります。で、まあガルプ自体はタスクとかランとかウォッチとかソースとかデスクとか、まあ、本当にシンプルな API だけを持ってしか持ってないので、あとはプラグインを組み合わせてやっていくって感じになります。で、まあ、さっきみたいな感じでどうなるかというと、最初ファイルがあったらそれをガルプソースで読んで、まあストリームにしてあげて、でそれをストリームをどんどんパイプでタスクでつないでどんどん変換させていって、まあ、この間でどんどんそのずっとファイルに書き出さないので、まあ、さっきね、ツールとファイルに書き出すように比べたら、まあ、早いっていう感じですね。で、最後に結果をガルプテストでファイルにしてあげるっていうような感じの流れ。なんで結構の、そのノード JS らしいビルドのシステムですね。で、まあ、コードにするとこんな感じです。まあ、さっきのグラントとは全然違って、まあ、完全にプログラムな感じで、ここでパイプ、パイプ、パイプみたいな感じで、タスクをつないでいくみたいな形ですね。で、あとブラウザリファイっていうライブラリも登場してきていて、これは、サブスタックっていう超いっぱい NPM ライブ作った人が作ってて、2013年頃できていて、まあ、さっきみたいにその JavaScript ってモジュール仕組みがないっていうのは結構大きな問題としてあって、
まあ、次の2015で仕組みは入るんですけど、でそこで、まあ、コンギャットみたいな結構苦しい感じのことをやっていて、一方、まあ、Node.js の方はコモン JS っていうモジュールのシステムを持っていて、モジュールエクスポーツでやってリクワイアドコンみたいな仕組みがあって、まあ、それをブラウザ側でも使われるようにしようっていうためのライブラリーで、まあ、これどんな感じでやってるかっていうと、まあ、さっき ASD のところでもブラウザリファイ入ったと思うんですけど、その ASD でコームとか解析して、そこの依存関係とかをそのうまく解析してあげて、順番とかいい感じに制御して出すっていう感じですね。で、まあ、これによってそのコンキャットとかが必要なくなるというところがあって、あとはそのリクワイアで依存関係とか明示的に書いていくので、まあ、このファイルがどのライブラリに依存してるかとかっていうのはすごい分かりやすくなるっていうのもいい点だし、あとそのサーバー Node.js のサーバー側でもその作ったライブラリを同じ形式で書いてあるので、そのまま動かせるっていうのもとてもいい点です。まあ、こんな感じで最初にこのメインとなるエントリーポイントの JS があって、そこにリクワイアとかで読まれているとそれを読んでいって、まあ、さらになんか読まれてたらそれもライブラリーもくっつけてブラウザリファイがバッてやったら一つのバンドル JS ができるっていう感じです、はい、っていう感じで、まあ、そういった感じでそのシングルページアプリケーションを作る上で、まあ、いろんなビルドシステムとか出てきていく中で、ただどんどんアプリケーションもシングルページアプリケーションになって複雑化していって、結構 2way データバインディングとかでやっていると、そのいろんなところに状態があって、なんかこっち変更したら思ってないところとか思ってもないところが更新されたりとか、結構データの管理がどんどん難しくなってきて、まあ、どっちの辛いっていうまた辛い問題が出てきて、まあ、それをどういう感じで最近解決していこうかっていう流れとして、まあ、3つぐらいキーワードがあって、1つはまあステートレス、ステートをなるべく持たないということと、あとコンポーザブル、コンポーネント化していて、まあ、より小さなことをうまくやるみたいな感じのアプローチになってきて、あとはストリームでそれをうまくストリームつないでいこうみたいな流れになっています。でそういったところで、言語としては、ECMAScript 2015が出てきていて、まあ、さっきペッペさんの話聞いた人にとってはあれですけど、これは最初は ECMAScript ES6 って呼ばれたやつで、まあ、なんでその2015になったかっていうと、やっぱりその5とか6とかのバージョンを打ってるとすごいリリースまで時間がかかるし、そうじゃなくてこうその時決まってる仕様とかだけを、まあ、イヤリーリリースで出していこうっていう現れとして2015っていう感じだから、来年2016が出るはずっていうことですね。で、まあ、結構 JavaScript でここでかなりそのバッドパー的な部分も解消されてすごい書きやすくなって、まあ、クラスとかも入るし、モジュールとか、まあ、これまだブラウザ実装されてないんで実際どうなるか分かんないですけど、アローファンクションみたいなやつとか、さっき、コーヒースクリプトで書いてたやつですね、とか、あとプロミスとか入ったり、あと結構なんかデストラクチャリングアサインメント、分割代入って言われてるんですけど、これ結構すごい書きやすい、ちょっと便利なシンタックスとかいっぱい入って、すごい書きやすいです。ただまあ、今のブラウザですぐ使えるかっていうと、まあ、全然サポート状況はまちまちで、まあ、そこはコンパットテーブルっていうのがあって、まあ、そこでどのブラウザがどの機能をサポートしているかっていうのは見ることができています。まあ、ES6 って書くとこんな感じですね。まあ、クラスがあって、あのデフォルトの引数のデフォルト値とかも定義できるし、可変調の引数とか今までアーギュメンツみたいな配列みたいなやつ使ってたんですけど、まあ、あんな感じで書けたりとか、プロミスも使えるし、アロファクションも使えるし、あと、さっきのデストラクチャリングアサインメントって言ってたこれ、こういうやつですね。オブジェクトのプロパティ名とかを変数で受けたりとか。あと、まあ、バーとかじゃなくて、レッドとかコンストみたいな、そういうブロック変数のやつとかも使えるようになったりしてます。はい、この辺はちょっと被る、ES さっきの話と被る部分があるので、あんまり話さないですけど。で、バベル。で、まあ、さっき言ってみたように、ブラウザまだサポートしないですよねっていう話で、まあ、でも使いたいと。そういうようなところで、セバスチャン・マッケンジーっていう人が、作ったこれはライブラリで JavaScript のトランスパイラーです。まあ、さっきこれ ASD でもところでも出てきたんですけど、なので、まあ Use Next Generation JavaScript Today って書かれている通り、まあ、次の世代、まあ、ES2015 とかの仕様の JavaScript を今使えるようにする、まあ、すなわちその ES2015 で書かれたコードを、ES5 に変換するトランスパイルするっていうことですね。まあ、それによって今でも ES6 で書いて、まあ、変換かけることで、こっちとしては ES6 で書いた、ES6 というか ES2015 で書いた感じで使えるっていうことですね。
なので今普通に自分も結構 ES2015 でプロダクションのコードとかも書いたりしてます。でバベルはステージオプションっていうのがあって、これ6からこの辺でも外出しなのでなくなるんですけど、デフォルトにステージ2が指定されていて、このステージっていうのが何かっていうと、ECMAScript の使用を決めるのに、TC39 というテクニカルコミッティの集まりがあって、そこで次にどういう ECMAScript の使用を入れるかっていう検討をしているんですけど、そこのステージのことですね。で、0が、まだアイデアレベルのもので、一応受け入れられているもので、ステージ1は実際に、API とかこんな感じのサンプルコードみたいなのが定義されている状態で、ステージ2は実際に使用の形で定義されている。なので、バベルカはこの辺までしたら硬いでしょうということで、デフォルトがステージ2でなっているって感じですね。で、3は最終候補で、4は実際に使用に入ったっていう状態です。で、ここの状況は、GitHub でこの辺の議論とかも全部されていて、 TC39 のリポジトリに実際どういう仕様が今どのステージにいるかっていうのが見ることができます。例えばそうですね、オブジェクトアサイン、オブジェクトオブザーブとかにいらし、アシンクアウェイトみたいな非同期の項目とかもにいらしとか、でも学校で書かれてないデコレーターみたいなやつ、アノテーションつけるみたいなやつがあるんですけど、それはまた1だったりとか、そういうのもあったりします。あと、ここにはまだ入っていないですけど、その型を JavaScript の型を入れたいっていう要望も結構出てきていて、そのうちここに入ってくる可能性はあります。で、環境面では、サービスワーカーで、サービスワーカーっていうのは何かっていうと、これまでもワーカーっていうのだとウェブワーカーっていうのがあって、それはブラウザから別のワーカー作れるんですけど、その元のブラウザが閉じちゃったらプロセスもワーカーも終了する形だったんですけど、これはもうずっと残り続けます、プロセスが。で、なんかイベントとかに応じてバックグラウンドで動作していくっていうことです。なので、結構いろんなことがこれによってできるようになります。ただ、ブラウザの実装とかまだまだで、Chrome が先行していろいろやったりしています。Google がですね。例えば、メインだと、そのブラウザのサービスワーカーが管理しているページからのリクエスト全部インターセプトを複することができて、それでって結構いろんなことができて、例えばそれをフックして受け取ったやつをキャッシュ API っていうのが別にあるので、キャッシュに入れておくことでオフライン対応とかっていうのができるようになったりとか、あと非同期でバックグラウンドでコンデンスの同期とかしたりとか、あとはこいつがプッシュノーティフィケーションとか受けてくれるようになったりとかっていうのができるようになります。今も Chrome だとできて、この辺はでもどうなっていくかはちょっと分からない感じはありますけど、結構これができるようになると、そのネイティブでしかできなかった部分というのがウェブでもできるようになってくるというので、結構大きな仕様かなと思ってます。で、ちなみに HTTPS でしか使えないという制限はあります。で、実際どういう感じで書くかというと、元の JS の方でサービスワーカーを登録してあげて、で、この辺とかももう今だとさっき見てたプロミスのインターフェースになっている感じなので、結構 JS 書いていく中でプロミスのシンタックスというのは、ある程度知っておく必要は出てきているって感じですね。で、そのサービスワーカーの方でいろんなインストールチェックのイベントとか、さっき言ったフェッチリクエストが来た時にフェッチのイベントとかが来るので、そこでキャッシュ入れたりとか、なんかフックして違うレスポンス返したりとか、そういうこともできるようになります。で、実際この辺のは、Chrome スラックのサービスワーカーインターナルズっていうところで開くと、その状況とか見ることができて、例えばミディアムのページとかはサービスとかなんかテストで登録したりとかしていて、一回開いて見てみると、なんか自分が思ってないサイトとかでサービスとかが使われているっていうのが見えたりします。実際でもこれ多分標準で入ってくると、すごい今はすごい分かりにくい形で入っているので、もっと多分ユーザーに分かりやすい形でこの辺の管理ができるようになるとは思います。で、そういった中で一つ考え方として、エクステンシブルウェブっていう考え方が最近よく言われていて、これは、エクステンシブルウェブマニフェストっていうのがあって、これは、ジャックさんが日本語にも訳しているので、日本語でも読むことができます。で、何を言ってるかっていうと、ウェブをもっと開発者の手で拡
張可能なものにしていこうという宣言で、なんか例えばその高レベルの API をすごいその使用確定している団体がすごい議論かけ長い時間かけて作っても、結局それはユーザーの開発とかニーズに合わなくてうまく使われなかったりとか、結構残念な結果に終わってしまう仕様とかはあったりするんですけど、そうじゃなくてそのブラウザー側の方はもう最低限の低レベルの API だけを提供してあげて、まあ、それを例えばラップして使いやすくしたようなものを JS のライブラリとして提供してあげたりとかすることで、開発者もそれを拡張可能にすることができたりとかして、うまくその好循環なサイクルを回して Web をより良いものにしていけるっていう感じですね。で、例えば、まあ、Web コンポーネンツっていう仕様があって、これは、まあ、独自のタグを定義してする仕様で、まあ、カスタムエレメンツってやつと、シャドウドームってやつと、HTML インポートってやつとテンプレートからなってるんですけど、結構生で使うとかなりローレベルなので使いづらいんですけど、まあ、そういうのを、まあ、Google がポリマーっていうライブラリーで、そしてそれをうまくラップして宣言的に使いやすいような感じにしていたりとか、まあ、そういうのも一つの動きかなと思います。で、Web アプリケーションがどうなってくるかというと、で、ReactJS。ReactJS は、Facebook が作っているライブラリーで、まあ、コンポーネント指向なもので、まあ、ビューのライブラリーです。で、基本的に、まあ、思想としてはステートレスなコンポーネントを作っていこうっていう流れで、まあ、その、ミュータビリティ変更されるってことは、すごいそこで複雑呼んでいくので、なるべくそういうのをなくして、シンプルな状態を持たないコンポーネントを作っていこうっていう感じなのと、あとは、まあ、状態の変更をプログラミングするんじゃなくて、このデータの時はこうなるべきっていうのを宣言的にプログラミングしていくっていう特徴があります。まあ、それによってなんかその変化を書くんじゃなくて、このデータの時はこうなるっていうのを書くだけでいいので、すごいシンプルに書けるようになります。で、あと、まあ、バーチャルドームによってドームはただの出力先になっていて、であとそこで差分の反映とかも勝手にやってくれたりとか、サーバーサイドで HTML として生成することもできるようになっていて、まあ、これによってさっき難しいって言ってたアイソモルフィックな感じのアプローチとかも簡単にできるように、かなりカジュアルできるようになっていて、まあ、結構ノード JS をサーバーサイドで使っているのってあんまり日本では多くない印象があるんですけど、海外だとすごいよく使われていて、BBC のニュースのモバイルのサイトとかで使われたりしているみたいです。で、まあ、図に表すと、基本的にはなので、一番上のコンポーネントだけが状態を持っていて、あとはそれをステートレスな感じで、ただ状態を渡すだけのいう状態にするので、状態の管理は一番上だけでやればよくなる。あとはそれを使ってどう表示するかっていうのだけを書いていけばよくなるので、まあ、メンテナンスとか、すごいやりやすくなるっていうことですね。まあ、実際に直すとこんな感じで、まあ、基本その宣言的に書くっていうのはその レンダーの部分で、まあ、このデータの時はこうなるよっていうのを書いていけばよくなる感じですね。でこのクリックされたらこうドムがこう変化するっていうのは書かなくてよくなるっていうことです。で、あとフラックスっていう、まあ、これも Facebook が提唱しているアーキテクチャで、まあ、ざっくり言うと MVC をもっと細かくより分割して、そのすごい分かりやすいデータフローに載せているっていうもので、ユニディレクショナルなデータフローって言われてるね、まあ、一方向のデータの流れを作るっていうのが特徴です。はい、これちょっと省略します。で、あと、まあ、その流れとして最近よく注目されているのはファンクショナルリアクティブプログラミングっていうものですね。まあ、これは、まあ、広きなデータのストリームとしていろいろイベントとかを扱うっていうプログラミングの考え方で、まあ、マウスのイベントとかタッチのイベントとかフェッチのレスポンスとか、まあ、いろいろどんどん来るイベントをストリームにとして表現して作っ、まあ、そこに対してそのデータがそのでこのデータの時はこうあるべきっていうのを宣言的に書いたやつをつなげていって組み合わせていくって感じで、なので、まあ、基本的にこの入力が来たらこうなるっていうのだけを書けば、それぞれの書けばよくなるので、まあ、そういう分かりやすい感じに、ステートレスな感じでプログラミングができるようになります。で、あと、まあ、オブザーバブル、オブザーバーとオブザーバブルっていうのは、結構 RxJS、さっき、
この後書いてある出てくるんですけど、まあ、それはオブザーバーっていうのはイベントを購読する方で、オブザーバブルっていうのはされる方、購読対象の方のことです。で、まあ、これのライブラリとしては RxJS っていうのが、まあ、一番結構多機能なんですけどよく使われていたりとか、あと BaconJS っていうもっとシンプルなやつとかがあったり、あとこのオブザーバーの、オブザーバブルの仕様っていうのは ES のさっきの TC39 に議論されていて、今ステージ1に入っているので、まあ、そのうち多分ブラウザ側にもオブザーバブルっていうグローバルなオブジェクトができて使えるようになる感じにはなるので、まあ、そのうちそのこの概念をっていうのは多分もしかしたらプロミスみたいに理解しておく必要が出てくるのかもしれないですね。で、まあ、実際に RxJS を使って書く、まあ、プラスボタンを押されたらプラス1して、マイナスボタンを押されたらマイナス1するっていうのを書くと、まあ、こんな感じになっていて、まあ、ここでそのプラスっていう非同ストリームの流れを作って、プラスが来たらマップ1で1渡してあげて、マイナスしたらマイナス1するっていうのをマップで作って、それをマージして1つにして、まあ、スキャンっていうのはその 今までの状態とかを受けて、まあ、リデュースみたいな感じでまとめるやつで、これはその合計を足してあげて、でそれを最後にサブスクライブしてドムに反映させてるっていう感じですね。なんかそれぞれ そのやつの一つのこと、入力を受けて新しく値を作って渡している、ストリームを作って渡しているっていうだけになります。まあ、図に表すとこんな感じで、まあ、それぞれ必要、自分が受け取るイベントのやつだけうまくやって処理して、最終的に出力にまとめていくっていう感じになります。で、まあ、この辺を結構うまくやっているライブフレームワークとして紹介しようかなと思っているのが、リラックスってやつで、これは、さっき紹介したのフラックスとか、エルムっていう、関数型の言語とかに影響を受けていて、この辺をアクションっていうやつとか、ストアが一つだけ持っていて、リデューサーっていうさっきのストリームを処理するみたいなやつが、っていう概念があって、このリデューサーっていうのは結構ポイントで、こいつはただの副作用のない関数として表現されていて、まあ、ステートとアクションを引数で受けたら、それをゴニョゴニョして新しいステートを返すっていうだけをするっていう感じになります。で、ステートはイドオンリー、イミュータブルの扱いになっていて、ちょっとイミュータブルについては今回時間がなくて触れてないんですけど、であと、シングルソース、ストアが一つだけっていうのは、アプリケーション全体でストアが一つだけっていうのはまあポイントで、これによって何がやりやすくなるかっていうと、まあ、undo とか redo の処理とかっていうのが一つだけなんです。すごいやりやすくなったりするっていうところがあります。で、図に表すとこんな感じで、リラックスって結構、まあ、知ってる人はリアクトとよく一緒に言われるんですけど、別にリアクトに依存してるわけではないので、下がコンポーネントというのは何でもいい感じです。で、まあ、そこがアクションが呼ばれたら、リデューサーがそれを受けて、今のステートの状態と、うまく処理して新しい状態に更新するって感じで、ストアはそのリデューサーを組み合わせて作っていくような形になります。で、そのコンポーネントは、ストアをサブスクライブして変更があれば更新するっていう流れですね。で、実際に簡単に作るとこんな感じで、その上のカウンターっていうリデューサーは最初、まあ、ステート0、初期値が0のステージと思っていて、まあ、アクションを受けてインクリメントだったらプラス1するし、デクリメントだったらマイナス1するみたいな処理を書いて、ただで新しいステートを返してあげるっていうだけ。だからまあすごい一つシンプル。なんか入力を受けたらそれを更新して新しいのを返すだけっていう役割しか持ってないので、まあ、すごい単純な感じになります。で、それをベースにストアを作ってあげて、でストアをサブスクライブして、この場合だったらコンソールログにストアを出すデータを出しているだけ でそこにデータを流すのはディスパッチでアクションをどんどん発行してあげたら、その上のが呼ばれてデータ更新されてコンソールログにどんどん出てくるみたいな感じの流れになります。ちょっとここで実際にこの辺のデモをしてみて、これはリラックスの ToDoMVC のまあ、サンプルの実装なんですけど、右側にデータのやつがあって、例えば、データも追加されて、で、横にどのアクションが発行されたかっていうのが、まあ、どんどん出てくるんですけど、で、
でさっき Undo Redo がやりやすいって言ったんですけど、まあ、状態としては基本的に一つだけ持っているので、例えばこれをポイって言ったらその Redo みたいなのとか簡単に Undo Redo 的なのもできたりとか、それぞれのコンポーネントに状態を持っているわけじゃなくて一つだけに持っているので、まあ、そこだけで管理すればよくなるので、それ簡単にできたりとかします。あとは、まあ、ちょっと別の話なんですけど、フロントエンドとかだと最近、まあ、グラントとかでできて、あのライブリロードみたいなファイル変更して変更したらブラウザをリロードしてくれるっていうのがよく使われてるんですけど、Webpack にはさっき紹介してないんですけど、 Webpack っていう、まあ、ブラウザリファイをが、CSS とか画像とかそういうのも含めていろいろやってくれる、まあ、多機能なライブラリがあるんですけど、それだと、デブサーバーで仕組みがあって、ですね、そのホットモジュールリプレイスメントっていう機能があって、その例えば、リロードするとなんかここにフォームとかのテストをしていてこうなんか書いておくて JS 直してやると、まあ、当然消えちゃうと。で結構シングルページアプリケーションだとそのストアに状態を持っていることが多いので結構それ辛い感じのところでいくんですけど、そのホットモジュールリプレイスメントの仕組みを使うとその変更されたライブラリーのソースコードだけを更新するっていうことができて、なのですごい開発がやりやすくなるっていう。でも例えばそこの todo っていうタイトルを、まあ、yapc に変えますと、セーブすると普通はまああのフォーム入力者999ってリロードされたら消えちゃうんですけど、まあそれがそのまま残ったまま更新されるって感じで、結構そういう感じで開発とかもやりやすくなってきたりとかっていうのもあったりします。っていうような流れがあって、で最後まとめにいきます。でそういった中で結構今だとどんどん複雑性がどんどんその増してくる中で、まあ、シンプルなものを組み合わせて作っていこうっていう考え方でいろんなライブラリーが登場してきていて、まあ、それが関数型のアプローチだったりプラットフォームを提供してくれている低レベルなやつをうまく組み合わせて自分のアプリケーションに作って組み込んでいったりとか、そういう感じの流れがあって、まあ、これはどっかで聞いたことあるなっていうと、まあ、結構ユニックスフィロソフィーにすごい似ていて、まあスモールイズビューティフル、小さいことシンプルなものが美しいっていうことだったり、まあ、一つのことをうまくやるっていう考え方だったり、まあ、全てをフィルターとして作ってそれを組み合わせてアプリケーションを作っていくっていう流れが最近のフロントエンドの流れとしてはすごいよくあります。でまあなんか例えばコマンドラインとかでアクセスログ解析するときとかにキャットとかうまくつないでパイプでつないで、まあ、それぞれは一つの単純なことしかやらないんですけど、それを組み合わせて自分の欲しい結果とかを、まあ、大きな仕事をやるっていう感じになってると思うんですけど、そういうのを、まあ、ウェブアプリケーションも同じような感じでデータを受けたらそれを自分の一つのことだけをうまくその副作用のないそれぞれが状態を持ってないような感じでやって、で最後にアウトプットを出していくっていう感じのプログラミングのモデルっていうのがすごく最近使われてますと。っていうのが その、まあ、それによってそのアプリケーションもデータをシンプルなプログラミングでつないでいくことで、まあ、問題を単純化して複雑性をなくしていくってことで、その複雑なアプリケーションを作るときにもメンテナンス性を落とさずに作っていこうという流れが最近のフロントエンドの流れでは見ることができますというところでおしまいです。ありがとうございました。ありがとうございました。何か質問ある方いらっしゃいますか？質問ある方。役割がそういうパッドになるのかなとか思ってますけど、そのあたりでどういう具合に見えます？
まあ、ストア自体はデータは多分たくさん持っていくことになるんですけど、まあ、それをどう処理していくかっていうのは各そのリデューサーっていうのが基本的にはまあ処理していく形にはなるので、まあ、その処理の内容自体はストアにはほとんど出てこなくて、このリデューサーっていうのは、まあ、ここが複数いたりとか、さらに複雑になってくるとそれがさらにネストしていって、リデューサーも複数のリデューサーを組み合わせてるみたいな感じにはなっていくかなとは思うんですけど、基本的にはまあストアは確かにまあ大きくなる部分はもちろんあるんですけど、その処理がすごい大量になっていくってことはあまりないかなとは思います。他に質問のある方いらっしゃいますか。はい、そちらの方。素晴らしい声ありがとうございます。当方サーバーサイドエンジニアなんですけど、先ほど Linux の話でイムータブルっていうことが言ったと思うんですけども、フロントエンドのイミュータブルっていうのは具体的にどういうことなのか、あと過去こうで今イミュータブルになるとこういう気違いがあるんだけどもっていうのをちょっと軽く教えてほしいんですけども、フロントエンドのイミュータブルについてですね。そうですね、まあ、イミュータブルにすると何が嬉しいかっていうと、まあ、さっきみたいに基本的に入力から新しいデータを作るっていう感じ、常に新しいデータであるので、まあ、そこで、例えばオブジェクトとかだとそのプロパティがなんか密かに変更されてたりとかすると、そこでよく分かんなくなってきたりとか、例えばデータが変更されたかっていうのをそのプロパティとかで変更されちゃうと変更の検知がとても難しくなるっていうまず問題があって、それをイミュータブルにすると、まあ、うまくそのただイコールイコールイコールで比較すればよくなるので、すごいそこでアプリケーションがすごい単純化されるっていうところは一つメリットとしてあって、まあ、それを実装しているものだと、まあ、今だと結構イミュータブル JS とかっていうのも Facebook が作っているものであって、まあ、そういうのを使うと結構カジュアルにはできるんですけど、そうですね、まあ、結構 そこも、まあ、これから そうなっていくべきなんですけど、なかなかまだ JS の界隈だとそこまで踏み込まれていない感じは若干あって、そうですね、例えばそれって、すごい関数型の考え方なので、まあ、その結構今フロントエンドの関数型っぽい考え方が来ているので、まあ、もしかしたら今後そういうのが、ES の中に入ってくることはあんまないかなと思うんですけど、デファクトでなっていく可能性はあるかなとは思ってます。ちょっとあんま答えなくてすみません。関数型の過去の中の状態っていうか処理を運用管理する考え方がだんだんフロントエンドに迫ってきているっていう理解になっている。そうですね、はい、わかりました、ありがとうございました。はい、他に質問がある方。サーバーサイドレンダリングのことで質問なんですけど、ユーズのクローラーが JavaScript を実行して、なんかいろいろ解釈してるって話をニュースとかで聞いて、おお、これはすごい、もうサーバーサイドレンダリングいらないんじゃないかと思ったんですけど、今日のお話聞いてると、なんかちょろっと理由を言って、まだ必要だみたいな話になったと思うんですけど、はい、その分もうちょっと詳しく聞いてみてください。そうですね、まず、まあ、当然 Google だけでいいんだったら、ある程度今でもそれだけで問題ないっていうのはあるんですけど、まあ、完全に結構そのサーバーサイド JS を実行するって言ってもどこまで実行するんだみたいな、そのオンロードのイベントの処理なのかとか API のリクエストとかやるのかとかあって、なかなかその、まあ、思ったようにクロールにさちゃんと自分の見せたいコンテンツをそのクロールさせるっていうのは結構チューニングが必要だったりとかする部分はあるっていうので、まあまだ完全でないっていうところとか、あとはまあ、それ以外の Google 以外のクローラーとかに対しても多分コンテンツを返す必要があったりとか、まあ、Facebook の OGP のやつとかちゃんと返すようにしとかないと、いいねとかされてもなんかトップページの情報しか出てなかったりとかして、すごいその辺とかでクリティカルになるっていうのは、まあ、SEO のところではあって、まあ、あと一個はやっぱりそのパフォーマンスの問題があって、そのやっぱり結構本当に最初に何もなくて
すごいでっかい JS をリクエストその後投げて解析して表示すると結構やっぱ体感的にも遅くて、なんかドットクルク最初回してあげてやったりとかする中で、その例えばブログとかのコンテンツとかだと、まあ、そこが遅いと結構致命的だったりとかするので、まあ、パフォーマンスっていう意味でもサーバーサイドレンダリングは結構求められる場面っていうのはあるかなと思います。逆に言うと、まあ、そこができないからシングルページアプリケーションにしてないっていうところもあるのかなと思ってます。はい、他に質問ある方。プロダクションでもスクリプトとかで何回ってるって話だと思うんですけど、それに何か困ることとかってあったりするんですか？ES6 で困ることですよね。そうですね、まあ、さっきみたいにバベルを使ってるんですけど、まあ、セージオプションとかがあって、そこで結構あとなんかそのバベルとは別にポリフィルっていうその別の JS を読んだりとかしないと再現できないような仕様とかもあったりとかしてしたりとか、明らかにこれ JS だけで実行再現できないでしょみたいな結構危なそうなやつとかは意識して使わないようにしてるっていうのは一つあります。結構そのさっきのステージのオプションとか見てると0とかにすると結構いろんな機能とか使えたりとかしてすごく惹かれるんですけど、そこはまだ危ないなと思っていて、なので結構その安全なやつでしか使ってないっていうのは若干あります。まあ、この辺シンタックスのシュガー的なやつとかもそうですし、そういうので結構シンボルとかなんか危ないちょっと挙動が怪しいかなというようなものは使わないようにはしています。はい、ありがとうございます。はい、他に質問ある方よろしいですか？はい、それでは、コバ04さんで今フロントエンドで何が起こっているのかでした。ありがとうございました。